皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はアサシンクリードバルハラのファミ通紹介をしていきたいと思います。発売後もシーズンパス&無料コンテンツが盛りだくさんあります。その1、限定クエストのベオールフの伝説。プレイヤーはクエストを通じてベオールフの伝説の背後にある巨大な真実を明らかにしていきます。またシーズンパスはゴールド、アルティメット、コレクターズエディションに付属されていて単体でも販売されています。その1、ドルイドの怒り。新しい拡張コンテンツはアイルランドを旅する中でドルイド教の謎を解き明かして、その教徒を追跡します。その2、パリ包囲戦。バイキング史上最も激しい戦いだったパリ包囲戦を体験できます。フランク王国包囲下の要塞都市パリとセーヌ川へ侵入して敵の秘密を明らかにして、一族の未来を守るために戦略的な同盟を結んでいくことになります。無料アップデートコンテンツ。新しい定住地エリアによって定住地をさらに進化させることができます。伝説的なバイキングの祭り、ユール祭が開催されます。何度もプレイ可能な新しいゲームモード、リバーレイドが登場します。ヨムスバイキングの機能がアップデートされます。一つはヨムスバイキングの新しいランクの登場。ランクが高ければ高いほど他プレイヤーに採用された際に獲得できる銀が増加します。各種追加要素が実装されます。スキルとアビリティ、武器や装具、定住地、ロングシップや馬、カラスへの装飾アイテムが登場します。そして2大バイキング作品が夢のコラボレーションをします。それがなんとヴィンランドサガです。まあ、すでにアニメでも放送されている作品ですね。舞台は11世紀のヨーロッパで、暴虐の限りを尽くした最強の民族バイキングの少年トルフィンの戦いと挫折、成長を描く本当の戦士の物語です。未だ連載中なんですね。まあアニメでは一回終了してますけどね。まあ父親の敵を取るために、なんかその盗賊団の頭の部下になって、成果を上げたら敵を取らせる戦いをするみたいな、そういう約束をするんですよね。まあそのバイキングのボスが父親の敵なんですよね。まあ、詳しくはアニメを見るとわかると思われます。まあそんな感じで今回はこの辺で、アサシンクリードバルハラのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。